ちゃこんにちは。はい。さあ、今日はですね、はい、ベストナイン、おじさん、ね、パリーグ編です。はい、どこよりも早い。まあ、難しいな。なんか賛否あるしさ、またこいつは入れてないのかってボロカス言われるしさ。だそれベストナイン、毎年言われてますもんね。まあ、毎年言われて、もうその逆風にも負けずに。そうです。あの、頑張らないとか。一番最初の頃は、坂本選手と、うん、中日の兄弟選手で、それはゴールデングラブ、ゴールデングラブだったんですよね。まあ、だって主観ですから、いいんですよ。まあ、主観だけど、よく調べたら、兄弟の方がうまかった。あの年はそうでしたけど、素直にすいませんでした。懐かしいよな。その動画も残ってるんで、残ってる、巻き戻して、ぜひ、ね、ちょっとスタッフが多分前に出してると思うよ。もう批判半端ないから。すごかったですよね。謝ったと前代未聞でしたけれども、まあ、それだけ真剣に見てくれてるということで、皆さんが ねそれだけ野球愛がすごいということですけども、今日はパリーグ、でも忖度はしてないからな、言っとくけど。そうです、忖度はしてないから、ね、忖度はしませんよ。じゃあパリーグ行きましょう。はい。じゃあパリーグちょっと全体的な印象として豊さん選んで、はい、うん、まあ、どんな印象でした、去年と毎年と。まあ、やっぱりさ、あのセリーグと一緒に最下位の前年度最下位のチームがやっぱり優勝したということで、はい、やっぱクローズアップしていく選手っていうのはある程度変わってきたよね。そうですね。ああ、全然変わるよね。で、逆に言えばソフトバンクっていう鉄板だった強さを誇ったソフトバンクがこう落ちていったという、はい、だからなんか目立たないというか、選手もね、確かにやっぱ成績によってやっぱ目立つ目立たないがあるし、はい、でもチームの成績っていうのは個人の成績によって支えられてるっていうことがよくわかるよね。そうですね、はい、じゃあ早速、見ていきましょう。まずはピッチャーです。先発、はい、宮城あ、忘れてた、山本だ。そうですよね。そりゃ、ね、そりゃ ねこれね、山本って言わなかったらもうちょっと病院行くわ。いや、そうですよね。ちょっと一回 CT 行くから、もう取らないとね、白い影ができてるわ、もう頭に。そしてセカンドチームを見ていただければ、まあ、そうそう、あれですけど、そうですね、まあ同じオリックスですけど、もうこれはね、まあ今年のプロ野球の中の MVP だろうね。まあ山本投手そうなってくるでしょうね。さらに飛躍した星でしたね。勝たなきゃいけないところで勝ってくれるあのピッチャーって、はい、やっぱすごいな。相手だって打てるピッチャーが投げてきてるわけじゃないよ、うん、でその中で投げ負けないっていうのはさ、はい、やっぱすごいと思う。なんかこの新たな日本のエースっていうのがすごく出てきたなっていう。いや、もう日本のエースだよね。もう前半にでもなく、もう誰しもがここで文句あるやつは言ってこいっていう、もうごめん、勝負してやるみたいな、もうここは負けない自信があるよ。そうですよね、ここはね、ここはね。じゃあ中継ぎ、はい、抑えいきましょうか。まあ、タイだ。あ、もうそうですね。まあ最後の方っていうか、はい、途中から抑えになったんだけど、はい、やっぱりあの中継ぎでね、はい、セットアッパーで投げてる時に記録も作ってるし、迫力のある投球っていうのは素敵だったな、うん、そうですね。そして抑えですけど、抑えはマスだね、ロッテの、うん、はい、ドキドキさせてくれるんだこのピッチャーはまあそうですね。でもさ、やっぱり数字見ると最後、まあ、残したよね、はい、まあ、最初さ、春先にソフトバンクに弱いとか言って、ソフトバンクにコン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 やらやがって、うん、ねえあれがなかったら優勝してんじゃないかと思うぐらい、ちょっともったいない部分もあったんだけど、でもまあ最後までね、ああいうプレッシャーのかかるところで投げ切ったということで、やっぱマスだかな。はい。キャッチャーですけれども、まあキャッチャー森、お、西武から、はい、森。やっぱり打てるキャッチャー今必要だよね。守備だったら甲斐、バッティングだったら森。だけどまあトータル的に考えるとやっぱ森かなと思う。あの一昨年ね、タイトルを西武勢森保守も取って、去年すごくスランプに陥ってただけに、まあね、どうでしょう、今年なんかこう打つ意味でも最後数字残してきてますし、まあまあそうそう、はい、まあ、それと森は来年から東証国になっていこうであろうピッチャー陣を受けていかないといけない、はい、そのために古賀という中央からキャッチャーを取った、うん、はい、抜かれないようにそうですね、キャッチャーというポジションを。そうですよ、うかうかしてられない。いや、これだけ打てるとさ、DH にしたりだとかさ、いろんなポジション回したいと思うんだろうけども、はい、やっぱ打てるキャッチャーっていうのは貴重だからね。そうですよね。巨人見てみろよ、打てないキャッチャーがね、はい、まあ、大城っていうのは多少打てるけど、はい、今年はね、それだけのものでもなかったし、はい、やっぱ森のバッティングを見てると羨ましいだろうなと思うよね、各球団。そうですよね、いかにやっぱり打てるキャッチャーっていうのがすごくキーになってくるのかってことですね。じゃあファーストです。ま
ぱレアード。そう、はい、はい、まあこれはやっぱこうマーティンがいなくなって終盤、うん、やっぱ一人でチームを支えたということもあるし、はい、まあ打点が2位なんだよね、はい、島内に次いで、うん、1打点差まで追い詰めていって、はい、チームの勝利にも貢献して、はい、まあ、2位というね、うん、ポジションだったけども頑張ったかなという、まあ、最後ね秋口になったら切れるんだよね大体が集中力が、うんうん、でも今年はあの最後まで、はい、まあ、チームの状態も良かったし、そうですね、集中力が続いたというね、はい、リアド選手、はい、セカンドは、セカンドはねロッテのやっぱ中村、はい、うん、浅村が悪かったよね。そうです、ちょっとね、そうです、まあ、終盤の最後の方ポンポンとホームランが出だしたけど、はい、もう時すでに遅しという、はい、でも打点が67という中村と一緒に並んでんだよね、はい、うん、だからそういう意味では打率でいうと2分ぐらい中村の方がいいし、はい、だからそういった意味ではやっぱ今年は中村かなっていうふうに思うよね。なんかね、浅村選手って言ってやっぱりセカンドでベストナインっていうのが今まで常連でしたけれども、うん、やっぱりこういったね選手が出てくるっていうことで、浅村は今年ちょっと状態が悪くなって、戦列を離れたっていうね、はい、まあ2軍に行ったわけじゃなくて、まあ、スタメンは張れなかった時期もあったし、はい、だからそういう意味では中村かなっていう、ね、うん、まあ中村に上げてもいいかなと思うね、はいはい、さあサードです。これは涙もろい胸だな。あ、オリックスのこれはこの動画を見たらまた胸が泣くかもかな。俺も感動したよあの涙は、はい、でも試合の途中だったからな、うん、と思うけど、はい、でもやっぱりこうあそこで打ってた、まあ、自分に感動もしてただろうし、はい、チームの状態も本当に悪かったしね、うん、まあ、そういう時に救ったホームランっていうのも印象的だったしね、はい、でやっぱり守備が成長したね、うん、まあ胸しかいないかなって。おー、サードは胸でいいだろうみたいな。なるほど、はい、さあそしてショートです。まあショートは源田、安定してますね。ちょっと物足りないけどね、うん、目立ち方とすれば、はい、チームもねもっとできるのになって思うし、はい、まあ、盗塁王だって4人で分け合ったけど、はい、やっぱりレギュラーで出てて源田の話があったらやっぱ単独で取っていかないとね、はい、うんうん、と思う、はいはい、さあそして外野手3名です。まあ、だからこのポジションまあ、あんまり関係なく、まあ、3人でということで言えば、はい、まずはやっぱ打点王の島内、はい、よく頑張ったよね、うん、地味ながらユニフォームが途中で売れないから買ってくださいみたいな、だいぶ売れ残ってるみたいですもう打点王島内ってつけて背番号入れて、はい、で売れるようにしてはいいと思う、はい、ね、でもまあ本当にね、はい、頑張ったと思うよ島内は、うんうん、ね、もうドキドキしてたと思うよ一打点差みたいな。そうですよね、あの打席を思い返してくださいみたいな、はい、ね、ヒーローインタビューで黙ってるんだよ、うん、はい、思い返しました、うん、いやいやそういうこと聞いていかないでも結構面白いやつ島内選手、うん、もう打点を取りましたしね、はいはい、96、はいはい、そしてもう一人、もう一人吉田、あ、もうマッチョマン、はい、あ、まあ二度にわたる怪我をどうしようかなって悩んだけど、やっぱり首位打者、まあ、そうですね、出塁率、はい、まあ、取ってるしね、はい、だからこの選手がやっぱりいなければ、うん、オリックスの優勝もなかった。打率3割3分9厘ですからね、まあまあ、まあ、怪我であれでしたけれども、はいはい、そしてもう一人、まあやっぱりラオウだな、あ、杉本選手、あそうですね、こう手を挙げても最初何だったな、何だあいつみたいな感じで見られてたんだけど、はい、やっぱり実績っていうのは怖いよな、うん、ラオウのこのポーズそうです、みんなが真似するようになってくれた。やっぱりね、実力が異なってくるとそうなってくるんですね。でもね、なんかシンデレラストーリーがあって、それまで9本しか打ってなかったわけでしょ、はい、でも中嶋監督がやっぱこいつはホームランを取れるっていう逸材に見えてたんだよね。そうなんですね、うん、それで使い続けて、うん、それでホームランが32だよね、はい、で、打率がさ、はい、3割飛んで1人残してんだよ、はい、そのホームランだけのバッターじゃないんだよ、やっぱアベレージもちゃんと残してるっていうところが、はい、やっぱすごいなと思ってさ。そうですね、うん、今年って本当に大活躍。いや大活躍だよ、だって吉田がいない時にいなくなって、はい、一時期こうチームも落ち込んだけど、はい、その2波が来た時に吉田の、はい、その時にやっぱ杉本が頑張ったよ。
チームをそうですね救った救った救いましたよ ね, ねもう本当にラオウの働きをしたというねそうですね、はい、だからもう杉本はいこの3名、ね、そしてパ・リーグ DH あります、はい、DH は近藤あ近藤選手近藤あの DH の部門で近藤しかいないのああこれは腹立ってんだよ他にねその違う違う近藤の若さでと年齢で DH に甘んじてたらダメだって近藤が近藤の寿命、選手寿命が短くなるってもうそのスタメンでってことですよねそうそう、まあまあ、スタメンなんですけど守らなきゃいけないっていう、はい、チーム事情とかそういうこともあったのかチーム事情じゃなくて俺は守るもらうって言えば守らせてくれたよ栗山も、はい、だけど DH で甘んじてるような選手じゃないんだそうですよねそんなおじさんでもないし足は動くし肩強いんだよキャッチャー出身のあだからまだ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 できるのに、うん、DH の置いとかれるっていうのは、うん、どっか何かあるんだろうって近藤にあな何かものすごい規定してるし可愛いんだよ近藤ポンちゃん、うん、寄ってきて豊さんみたいな山田花子みたいな顔して寄ってきてくれるのよ、はい、人懐っこくて、はい、お前確かにいいバッターだけど怖さがないぞってよく言ってた、はい怖さがないのっていうのはもう率とかそんな関係なくもうここはホームランしかないみたいな感じで打ってくれればいいんだけどさなんかそういう時でも確実に打っていくという、うん、怖さがないよってコンちゃんって DH で選んだものの来シーズンは DH ではなくて攻守そうだから守りもってことですよねそうそうそう、まあ、頑張ってほしいなと、まあ、この中でやっぱりさ、はいまあ、ソフトバンクの選手が入ってないとかさそうなんですよ ね柳田も入れなかったという外野の部分でねそうなんですよ、まあ、入れてもいいんだけどさ、はい、でもやっぱりこの3名でもタイトル取ってるからさ入れた3人はそうなんですよね、うん、プラスやっぱりそのピッチャーが今まで千賀投手が取ってたものがやっぱり千賀投手今年戦列離れてましたしまあそうだ、ね、やっぱり新しいでも戦列離れてもやっぱこう受賞するわけだからな、まあ、それはやっぱりすごいです、ね、やっぱすごいんだよそうですよねパ・リーグのピッチャーって半端ないよなそうなんですでやっぱりあとは甲斐選手がはい、破れないというのはやっぱりそのチーム事情やっぱり B クラスになってしまったっていうのでもやっぱりバッティングだなで甲斐もやっぱ中島監督にダブルスチール決められて、はい、もやがひょっこ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 ホームに帰ってきて投げちゃってるからセカンドになんかこっちがそうですねだからもう心理も読まれちゃってさ、はい、なんかああいうのやられると滑稽に見えるよねまあそうですねファンとしてはそういう風になってしまう甲斐はもっと能力が高いと思ってるからさ、はいだからそれを逆手に取られて、うん、よっこよっこよっことこんな2メートル以上あの子が帰ってきたゆっくりそうですね、まあ、だからそれは屈辱的だったと思うよ確かにそうですねそうそうそう、まあ、ただ言うとその今までやっぱりそのソフトバンクが何か一強というものがあったものが、はい、こう何か強さがこう、ね、分散されるというか、まあ、セリーグもそうですけどそうだね崩れてきたねなんかそれはそれですごく面白いなとただ藤本監督になって、はいね、また新たな船出があって、はい、またこう立て直してくると思うから、うんねまあ、来年何に入れるかそうです、ねまあ、楽しみにしたいと思います、はいねはい、今日はパ・リーグのベストナインを紹介しました、はい